運転下手ですか？あ、結構うまいですよ。君たち暇なんだな。善良な市民に対して謝れ。今回は見逃してあげます。なんで死なないんだ。徴兵バップ病院から出るのでただで使えます。ああ、国民の税金ってやつか。そうそうそうっすね。あー、地下です、地下。薬売ってるっぽいからそっち行くわ。レッツゴー、レッツゴー。データベットしてね。はい、これマジ宇宙飛ぶから。薬物密売。あー、そう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 、引かないと。お、バカ野郎。おい、あ、いや、データベットちぎれたよ。ゼロスで倒れてんの大丈夫そうですか？あ、はい、ちょっとあの宇宙警察今ちょっとヤバいことしたんで逮捕します。うちの警察、え、で、ゼロストが、あの、ケイさん、あの、タイプやめてください。救急車に電話かけてください。はい。ゼロスが裏切ったってことですか？ちょっと走り方やばかったんですけど、まあ今、お仕事中だったんで、これまあ仕方ないんで。はい、仕方ないです。あー、そういうことか。車の運転が荒ぶったって感じですかね。はい、まあ、大きな行きました。はい。父ちゃん、ありがとう。今ね、だそこ、薬物売買してるとこ行こうとしたら、いきなり変な一般市民が俺の目の前に出てきて、吹き飛ばされた、うちに。あいつ捕まえようかな、先に。待って待って待って。うわぁ、危ねえ。びっくりした。まあ、こういうこともあるっていうことで。はい、もしかしてゼロさん運転下手ですか？あ、結構うまいっすよ。マジか。運転うまいっすよ。あ、はい。あ、飛んだ。よし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 、セーフ。よしよしよし。あぶねえ。見て、カブトムシみたいになって俺の車。ああ、いいっすね。降りたくなってきた。あ、降りる？ここから歩き帰る？ああ、いや、まず警察署まで行って。警察署、オッケーオッケー。あります。はい。すごっ、すっごいスピード走ってた今。え、プレイヤーですよね。あれプレイヤーやね。あれ行きましょう。いや、早いな。おい、ちょっと事故ったらすいませんね。ああ、大丈夫です。あいつ、ナイス。え、なにこれ、なに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 これ、なんかあるぞ。え、え、なにこれ、なにこれ、事件、なんか起きた。行こう。あ、あ、どうも。あー、どうも。何してる？今銃を買いに来ましたね。お仕事は？仕事は僕はメカニックです。ちょっと待ってください。まあ、事故起きたところの車両を回収しに来たやべえやついるけど、これちょっと怪しいですね。怪しくねえよ、怪しくねえよ。一旦ちょっと確認しますね。ちょっと待ってて。電話してる。僕じゃないです。俺か。もしもし、警察です。車を押収してほしいんですけど、ちょっとお仕事中なんで、ちょっと待ってください。まずちょっと動かないでください。あー、すいません。犯人逃げてる僕の目の前で。ちょっと何持ってるのか見てみますね、この人。パトロール券、サンドイッチ。あ、本当だ。車の中、教えてカルビ、どこ。車の中、乗って、チェックできる。でも、何も入ってないんで、見てもらっていいですよ。オッケー。いや、僕本当に真っ白なんで、悪いことしたことないんですよ。車にまず乗って。無理なの、今。ポルトで。持ってないね。オッケー、まあ一応。何やったんだよ。ああ、いやいやいや、俺、応募ですよ、応募。エイさん、すいません、お待たせしました。どういう状況ですかね、今。いや、何もしない。いや、なんかあの、この車はなんでこうなったんですか？ガンショップに買い物に来て、車止めてるだけですよ、これ。で、車はなんか人が歩く、こんな道でなんか止めちゃダメでしょ？確かに。ぶつけられました。そう。ぶつけられました。ぶつかんだ。そう。ちょっとチェックしていいですか？はい、どうぞ。いや、もう警察でも、いや、そんな、君ち暇なんだな。嘘だろ。暇じゃないよ。超大忙しだったんだから。暇なんだな。俺だって、前回裸でショップ来ただけっすよ。この世界において。あれ？白だろ。今日のところは、まあいいでしょう。うん、次からちょっと車はね、ちゃんとパックしてください。善良な市民に対して謝れ。善良な市民に対して謝れ。次はあの車をちゃんとパーキングしてください。今回は見逃してあげます。厳しいな。あくまで自分に非がないと。
これが昔の仲間としての愛情っていうやつか。爆発地向かってます。何これ？ケンジさんたちも来れるなら来てほしいです。今行きます。爆発事件。ケンジさん、これさ、一人高速残してもいいかも。待って、これどう行けばいい。ここの道詳しいけど、いや、この道マジわかんない。とりあえず行くか。あー、ケンジさんが死んだ。生きてます。生きてます。生きてます。あーぶねー。俺の体ちょっとおかしくない？なんかめっちゃ硬いけど、なんで死なないんだこれ。超ヘバップ。もともと9人必要だったっぽいな、これ。あ、なるほど。いや、これ、金箔ちょっと終わってるけど。ちょっと高すぎじゃない？もうなんなら捕まえたいくらい。殺したいね、もう。あれ、もうほぼ犯罪者じゃないの？オッケー、教えてもらった店に行こう、まず。この店かな？おい、さっきのあいつ、マジで殺せ、もう！これ、カナエさんが優しく、安くしてくれるだけってこと？マジかよ。カナエさん、天使？死ぬ！あー、死にます！これ死んだ場合どうなります？誰か！終わった。俺の人生。みんなありがとう。楽しかった。誰か来る？あー、なんか来た！なんか誰か来てる！すいません！こっちです！マジでありがてー。こっち、海です、海！日本のお水、うめー！助けてください！ここです、ちょっと待ってくださいね。はい、天使来た、天使。はい、助けます。あります。出てきた。出てきた。よし、あ、来ますよ。はい、俺海の中じゃない、地面の中かもですよ、これで。ありがとう。こんなとこで何したんすか。いや、夏だから海に行かないとって思って。それは。あります。これって帰り大丈夫っすか。あー、ちょっと一緒に。ありがとうございます。先に請求失礼します。確認。どうですか、警察の仕事にはなれましたか。警察って大変ですね。大変。うんうん。なんかめっちゃお金持ってかれるんですね、このお仕事。ああ、そう。でも稼ぐのも結構たくさん稼げるので。まあでも、うん、一発逆転狙いたいんで混乱したいですね。やべえ犯罪者捕まって、粉をなんか500個とかなんか持ってたら取って幸せになりたいですね。マジ警察とか救急隊の人の悪いのことを、はい、暴くと1000万円ぐらい取れるらしいですよ。応急隊もなんかやべえやつ行ったりします？もうやばい人しかいないかもですよ。じゃあ、あなたは大丈夫ですか？もちろん、唯一と言っていいほど優秀な人材です。ちなみにこのヘリコプターっていくらします？これは病院から出るので、ただで使えます。ああ、国民の税金ってやつか。そうそうそうっすね。俺も今、税金ちょっとさっき海にぶち込んだんですね。多分大丈夫です。また国民の皆さんから払ってもらえばいいんで。